さあそんな寒くなる週末なんですがいよいよ東日本女子駅伝が行われます今日は増田明美さんに来ていただきました増田さん、はい、よろしくお願いしますしく寒くなるなんかねどのくらい寒くなんですかこれからじゃあの過去これぐらいの寒さになったと同じぐらいのですね今回と同じぐらいの寒さになった大会がありましたのでこちらご覧ください これですね、2006年なんですけれども、えっと11月12日の大会17年まで気温10度、はい。これと同じぐらいの気温いや。 それ以下になるんじゃないか。はい、え週末なんですが8、8度。ああ、じゃあ選手アームウォーマーももちろんするでしょうしね、ホットクリームとか対策。今わかるとありがたいですよ。対策できますから。今日もしかしたらこの番組てあのホテルで見てる方もいるかもしれない。今日来てる人多いから、はい、皆さん気をつけてね、防寒対策しましょうね。と増田さんからアドバイスがございました。うん、ありがとうこういうことを教えていただいていえいえいえありがとうございました。さあ今日はですね増田さんにですね、はい、ぜひあの運動のアドバイスをちょっといただきたいなと思って。 いて今週、ちょっとこれやったんですけど<え>福島県ってメタボリックの割合がすごく高いんでこれ、ね、震災後やっぱり屋外で運動しなくなったはあ、はあ、運動不足っていうのがあったり車社会なんですよ、これ、ツイッターのですねあ旧ツイッターですね、えー、歩くと車がツイートされた割合っていうことで<何>。<laughs> これ圧倒的にやっぱり福島の方あの車っていうツイートが多い。東京は歩くっていう方が多い。うん、結構東京はほら駅なんかでもねすごい長いエスカレーターがあったり長い道があるからね。だからあのメタボリック率もですね、うん、やっぱり東京はやっぱり低いんですよね。ねえー、この辺りでもあのよくわかるかというふうに思います。さあそんなですねメタボの多い福島県の皆様のために今日は増田様からこちらでございます。はい、教えて増田さん。 メタボ対策にもなる長生きするためのウォーキングとは一体どういうものなのかということなんですがまず NG ウォーキングいくつかダメなウォーキングまずはこちらでございます3つの NG1 つ目です皆さん覚えてくださいねこちらでございます下を向いいて歩くどういう風に歩く上を向かなきゃ上じゃなくて前ね下を向くっていうのはね女性に多いんですけどねこうしてあの猫背になっちゃうなって。これ腹筋とか筋力が弱くなるからこうなっちゃうんですけど こうなっちゃう。本当だ。なんかもう元気なさそうですもんね。やっぱりね、老けて見える。老けて見える。うん、そして二つ目の NG はこちらでございます。ガニ股であるく。これどうやってやるんですか。これ男性による。男性。大丈夫？皆さん大丈夫ですか。大私大丈夫です。うん、ガニ股になってます。少しこんな感じ。<laughs> だんだんこれね。これやっぱり体に良くない。<laughs> うん、体に良くないっていうかね。あの怪我もしやすいし。 あとなんかやっぱり、はつらつとしてないですよね、見た感じも。なる,なるほど、なるほど、そして3つ目なんですが、3つ目はこちらでございます、はい、内股で歩く、これはどんな感じですか、内股ね、こうしてね、なんかやっぱりね、ロスが多いですね。なんか体に全然負荷かかってませんもんね、<laughs> 全然。ということで、NG3 つ、皆さん覚えておいてください、そしてここからでございます、はい、はい、こちらでございます、正しい姿勢で歩きましょう、正しい姿勢とは ういう自勢っていうのは、まずね、中心がしっかりしてるってことですね、体幹が。なるほど、<え>で、こちらをちょっと見ていただきたいんですけど、ね、体の軸というところで、どういうふうにやればいいんでしょうか <laughs> ここでいいかな、こっち、こういう形でこういうふうにしてね、はい、頭とお尻とかかとがちゃんとこの壁とか、まあ、大きな木、はい、にこうつくようにするんですよ、最初に。こうすると

こうやって歩き出す背背筋筋をを伸伸ばばししなんかモデルさんになって気分ですね、斎藤さん、きれいですよ。ありがとうございます、私、でもねこうやって背を曲げて歩いてるから、これからじゃあ、そうするように。こうするとね、5歳ぐらい年齢も若く見える、なるほど、背筋が伸びてる方がね、こうだとやっぱり老けて見えないなるほど、なるほど、胸を張って皆さん歩きましょう、無駄な動きがのぞけて疲れないというそして2つ目のポイントは、こちらでございます、歩幅プラス10センチ、これはどういうものなんでしょうか。 っていう歩幅から意識プラス10センチ、はい、なるほど、うん、だからねさっさっと歩くじゃあちょっとやってみていただけますか、うん、もういつもよりちょ,ちょっと多めにこうしてこうしてこれでプラス10センチなんですか、うん、そうですよこれでは結構これ体に負荷かかりますよねプラス10センチだとあ,あそんなにそんなにプラス20んンチぐらんななんみたいに歩けない <laughs> <laughs> だからね、もうちょっとほら、普通、自然な感じで幅を、ちょっとこう広げるんですよお、かっこいいですね。うん、そうすると、はい、幅が開くと、足の筋肉をたくさん使う、なるほど、なるほど、小幅が開くから、ここもこうしてるから、腹筋とか側近も使う効果はつまりこういうことなんですね、うん、こちらでございます。 効果足の隅々の筋肉使う,う,う筋力トレーニングと同じ効果があるということなので負荷がかかっていいということですよね下手んでもそうですしこれ上り坂とかあと階段なんかもこう、ね、意識を照してやると余計こう、筋肉に負荷がかかりますか歩幅とそして姿勢を、はいえー、しようときちんと体幹というところでございますね。歩いてる人が 今度ランニングしたいっていう場合に、どうしたらいいですかね。もう弾むだけ。弾むだけ、どういうふうに。今の正しい姿勢で、こ背筋伸ばして、幅がこうしてやるでしょう。それで、これあ、腕、腕をつける。腕をつける、そうです。斉藤さん、いいですよ。ここ九十度で、肘を後ろに引くようにする。前は普通に引けるから、引きを引くようにすると、綺麗ですよ。なるほど、なるほど。肩甲骨の周りも、き、マッサージができるし。気持ちいい。で、それで、それで、だから、こうは、跳ねればいいんです。あ。 これで,で,でちょっと疲れたら、うん、疲れたたらちょっとまた歩,い歩いて歩いて歩いてそういうのね疲れたら歩いてまた走るっていうのマラニックっていうんですよマラニック専門用マラソンとピクニックを渡<ー>したような感じで通りとりあえず止まらずに歩くか走るかもう私もうあぶくばい川沿いなんかいいと思いますよ忍が丘のあのあ全然フラットだし私もランニングしてるんですけども、えー、それをマラニックでやるとマラニックで。